こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回も恋愛相談に答えさせていただきます。今回はね、40代の男性から連絡が来ました。結構ね、ウブな方らしくって、女性を食事に誘いたいんだけども、どういった心構えをしていけばいいでしょうかということなんで、これはね、すごく抽象的な聞き方なんでね、多分こういうことに悩んでるんだろうなと思いながら、想像しながらお答えしていきます。つまりは、食事に誘ってね、イエスかノーかがものすごく怖いわけですよね。で、仮にイエスであっても単なる食事なのか、それとも次の展開があるのかとかね、ノーが突きつけられても挽回のチャンスがあるのか、それとも全然ダメなのか、こういうことが知りたくって、どんな心づもりでいけばいいんでしょうかっていうようなことですよね。特にね、40代過ぎると、人をデートに誘うことってのはね、なかなかなくなってきます。で、40代を過ぎてデートによく誘える人ってのは結構モテてる人だと思いますんで、こういう質問来ないんですよ。ですんで、ウブな方だろうなと思いながらね、こうやって連絡を返信をさせていただくんですけども、他の方にも参考になると思いますんで、ぜひね、虎の巻です。心の中に留めておいてください。じゃあまずね、その意中の女性を食事に誘おうとして、返事が OK だった場合、ダメだった場合、この2つに分けてお話してみましょう。まずはノーだった場合ですね。で、今度食事行きませんかみたいな感じでね、おしゃれに誘ったとして、ちょっと、あ、すいません、ダメですって言われた時の反応の中から、脈があるのか、それとも完全ダメなのか、これをね、まずははっきりさせていきましょう。NG と言われた場合なんですけども、 NG の中でも OK の場合があるんですよ、ね、これはね、例えばね、誘うじゃないですか。あ、すいません、久保さん、ちょっと都合が悪いんでね、この日だったら OK なんですけど、もしくはこうなったらいけるんですけど、こっちの予定がなくなったらいけるんですけど、みたいな感じで、交換条件がある場合ですね、予定の組み替えをするんなら OK なんですよっていう場合は全然 OK です。これは断られても次がありますんで、どんどんアプローチしていきましょう。で、完全 NG だよと、もうね、他の女に当たってくださいっていう場合の NG っていうのはこれから申し上げますけども、例えばね、久保さん、その日は予定があるんです、すいません、じゃって言った場合ですね。それはね、予定があるんじゃなくて、あなたは嫌ですってことなんで、ここは諦めて撤退しましょう。もう目はありませんのでね、これはね。で、イエスでもノーでもなく、どっちかわからないっていう場合があります。3つ目の例ですよね。その場合ね、こういうふうな返信がまずあるんですよ。また改めて連絡しますっていう場合は、イエスかノーかわかりませんよね。で、この時にね、2つのパターンが考えられるんですよ。それは返事がすぐできないけども、いろいろと予定を確認したりとかね、自分のモチベーションがどうかってことをちょっと落ち着いて考えて OK だとしたら、向こうから連絡が来ます。 NO だったら忘れたふりをしてずっと連絡来ません。で、あの話どうだったって連絡しても無駄です。あー、ダメになっちゃいましたって言われるだけなんで、一両日中に返事がなければ、脈がないと思って撤退して他の女性探してください。そして2つ目のパターン、イエスでもノーでもなくて即答いただけなかったんだけども、どうなのかな、2つ目のパターンです。これね、女性はね、リサーチをしている可能性があります。リサーチですね。リサーチをして自分で判断つきかねるんで、他の人の評判とか話を聞いてどうするかを決める例です。女性はですね、この人と一緒にいて名誉になるのか恥になるのかってことも非常に気にします。ということはね、男性はね、アプローチしてる女性に対してだけ態度が良くてもダメで、普段から皆さんからの評判が良くって応援してもらえるような関係を作ってなければ、女性が判断つきかねるときにいろいろね、話を他の人に聞いて、あの人との食事誘われたんだけどどうしましょうかとかね、あの人どんな人って聞いたときに、あの人ね、ちょっとね、やばいんよとか言われたら、やっぱやめとこうってなっちゃうでしょ。でも評判を聞いた結果、40代のこの男性の例ですけどもね、この人が普段から信頼される活動とかを、ね、していれば、みんなに応援してもらって、あの人いい人だよみたいなことを言ってもらえると思います。で、その結果リサーチが進んで連絡が向こうから来ます。じゃあ、どこどこで何々何時からお願いしますみたいな感じになりますね。そうするとその場では NG だったけども、次につなげることができますんで、十分挽回できます。だからね、普段からね、周りの人に嫌われてる人は
ダメなんですよ。自分の損得ばっかり気にしてですね、聖者を乗り越えられない人ダメなんですよ、やっぱりね、ずるい人は基本的にモテません。でも女性のずるさは見て見ぬふりをしてあげてください。正義っていうのはね、人に押し付けるもんじゃなくて自分が遂行するもんですからね。はい、じゃあちょっと別の話に行きそうなんでこの辺にしときましょうか。ちょっとわかりましたかね。今 NG の例なんですけども、 NG の中にもイエスとノーがあるってことなんですよ。で、ノーの場合は早く次の人を探してくださいという形ですね。そして一番最後の例なんですけども、女性が自分じゃ判断つきかねるということで他者にリサーチする例があります。この女性は人脈があります。人脈があるからこそ他の人から評判聞くんですよね。自分の信頼できる人から噂を聞いて判断するんですよ。信頼してるからこそ噂を当てにするんですよね。ということはね、これちょっとね怖いんですけども、イエスならいいんですけども、このリサーチの後にノーって言われた場合はみんなからの評判が悪いんで、今あなたがいる環境、仕事、趣味、サークルね、もしかしたらインターネットの中かもしれませんけども、全員に対して脈がありません。だから自分の人生を見直した方がいいと思います。相当嫌われてますね。有頂天になってるのは自分だけですからね。他者の評価はね、いいことは基本的にないですからね。圧倒的にいいことをしたら普通の人って見られて、ちょっとミスったらいい、それからね、何もなければ単なる悪い人になりますからね。でもね、自分の評価は結構いいだろうってみんな思っちゃうでしょ。最悪ですからね、実はね、では次行きましょうか。OK だった場合ですね。 OK だった場合にもパターンがあるんですよ。先走るととんでもないミスを犯します。じゃあ女性を食事に誘って OK って言われたのに、なんでね破綻になるかってことですよ。これをよく理解して浮き足立たないようにしておいてください。 OK の場合でもたまたま OK ってことがあるんですよ。たまたまその日ちょっと空いてて、まあなんか一人でいるのもなんだかなと思って、誰でも相手がいいから誘われたから OK みたいなね、そんなこともあるんですよ。それから断る理由がたまたま浮かばなかったんで思わずイエスって言っちゃったみたいなね、そんなこともありますね。で、これをねちゃんとね見分ける方法があるんですよ。たまたま OK だから食事はできるけども次がないよと、チャンスはないよってことを正確に見極めて食事はさせてもらうんだけども、でもネクストを期待せずに次に行かないとなっていうふうにも覚悟しないといけない瞬間です。ね、女性の OK に対がない場合があるんですよ。何も下心がない場合はね。もっと言ったら奢ってもらおうぐらいの気持ちもありますからね。で、これをね、職場仲間として食事 OK とかね、サークル仲間として食事 OK みたいな、そんな深い意味はないっていう OK もあるんですよ。で、男性が女性を食事に誘う時っていうのは、必ずしもですよ。もうほぼ 100% と言ってもいいんですけども、次につなげたい、恋愛をしたい、デートをしたい、仲良くなりたい、付き合いたい、まあやりたいということが絡んでます。そんな気持ちのない女性には声かけないですからね。はい、でこれを見分ける方法としてはランチなのかディナーなのかってことだけですね。基本的に女性ってね、ランチはね食事じゃないんですよ。この概念を間違わないといけないですね。で、ディナーっていうのは結構深い意味があるんですよ。ディナーっていうのは特別な空間なんで、それなりのグレードも期待しますし、それからもしかしたらっていう意味も入ってきます。お酒を飲むかもしれないし、ディナーの後に何かね別の場所に移して別のことをするかもしれないし、まあそこそこ時間を作ってきてくれてます。そもそもディナーってどこまで続くか分かんないんで、相当夜の予定を空けてくれるっていう覚悟が女性にはいるんですよね。もちろん即ホテルみたいなことを考えてるわけではないですよ。でもランチの場合は基本的に食事が終わったらもう帰ることしか考えませんのでデートなら別ですけどね、デートに付随したランチは別ですけども、ランチに誘ったら大体一緒にいれるのは1時間から90分です。だからランチは別に食事に誘われたとか食事を受けたってことにはならないと考えた方がいいです。ここを間違えないようにしましょう。そしてね、ランチ OK って言われて当日のことなんですけども、じゃあそこでねどんな話題が繰り広げられるかってことです。例えば職場仲間をランチに誘って、まあディナーでもいいんですけどね、食事に誘って一緒に時間を過ごしました。その時の話題が仕事だけだった場合、脈がありませんので諦めてください、ね、仕事仲間としか見てません。で、これがねなんかのねなんとかサークルとかでも同じです。サークル内の話で盛り上がった場合、オフィシャルな話で盛り上がった場合はそれで終わりです。じゃあ食事を一緒にしてチャンスがあるなとかね、
もっと言ったら女性も自分にまんざらでもない気があるなと思った場合、これはねどういうふうに判断するかっていうと、プライベートな質問を聞いてくれるとかね、プライベートなことを聞いてくるとかね、これなんですよ。個人に対してフォーカスが移った時は関心を持っていただいてます。何々さんだったらどう思いますとか、何々さんはどういうふうにしてますっていうふうに名指しで聞かれた場合はこれはいいですね。でも単なる仕事仲間とかサークル仲間の場合はまず名前を呼ばれませんから、名前呼ばれないってことはその他大勢って思われてるわけなんで、まあ気を引く可能性はほぼないでしょうね。で、多くの人がこれがあったら見分けれるんだけどなと思いながらもほとんどやってくれないのが、ほとんどやってくれないのがボディタッチなんですよ。これはね、分かりやすいんですけども、まあないですよ、こんなのは、ね、たまたま食事に誘って OK だよって言うからね、ボディタッチないですね。だからこれはね、やってくれると簡単なんですけども、ほぼやってくれないんで迷っちゃうことになると思います。これは期待しないでおきましょう。あとはね、次回の約束ですね。次回の約束を次また行こうねって言った時に、あ、ぜひっていうことでしたら、これは脈があるかもしれませんね。でその時に具体的な日時とか、それから具体的なね場所とかがもし決まるようでしたら、まあ次の食事はデートになるでしょうということでございます。まあこれもね、女性から言われることはないと思いますんで、まあ自分がねチャンスだなと思ったらここで声をかけていくといいと思いますよ。まあ、例えばね、会話の中で女性がどこどこの何々っていうところすごく美味しいって聞いたんですよとかね、どこどこの何々っていうところが綺麗だっていうふうに本で読んだんですって、インスタ映えしてましたとか言ったら、あーいいね、ちょっと行ってみようかみたいに話すんですよね。行ってみようかが大事ですよ。あーいいねって、あそうなんだで終わるんじゃなくて、あそれいいね、あーなんかむちゃくちゃ興味ある、それで、あーそうなんだ行ってみようかがいいんですよ。なぜならあそこが綺麗だった、これが美味しかったっていうのはお誘いくださいっていうねメッセージですからね、それを見逃してはいけません。女性の方からね、綺麗だって聞いたんで一緒に行きませんっていうことを期待してるから、いつまで経ってもモテないくんで40になっちゃうということですからね。はい、ではね、じゃあ食事終了しました。その後にも次につながるか次につながらないかのメッセージがちゃんと含まれてます。まあこれは簡単です。フォローのメールや LINE が入ってるかどうかなんですよ。まあ今では LINE ですかね。それが入ってるようなら OK ですけども、もし入ってないようでしたらね、まあちょっと可能性は低いかなと思います。その場合はその後夜でもいいんですけども、まあベストは翌朝ですね。翌朝にですね、昨夜は疲れたと思うんで、もしくはランチだったら昨日はお疲れだと思うんで連絡しなかったんですけども、昨日ありがとうございましたと、とても楽しい時間過ごさせてもらいました、それでは失礼しますっていう感じで送ってみてください。その後どういうふうに返事が来るかによって、また次の展開があるか、それともまあ単なるその他大勢で終わっていくのかわかります。で、しつこくしつこくアプローチするとうまくいく例はありますけども、それはコミュニケーションが上手な人の例なんですね。だからコミュニケーションを鍛えない限りはしつこく言って OK になることはありません。ノーをイエスに覆すことはほぼできないんですよ。だからコミュニケーション下手な人がそれを勘違いして押せばいいのかなと思ったらストーカー扱いされて終わりですからね。だからやっぱり基本的にはコミュニケーション上手じゃないと当然口説くことはできませんし、女性からのサインを読み取ることはできません。そればかりが人間関係全般的に下手なんですよ。だからみんなからの評判が悪いんで、どこに行ってもモテない自分が出来上がってきます。もちろん仕事の成績も上がりません。まあ、ですんでね、自分の内側に全部答えがあります。今日こう言ったのはね、テクニックの一端ですけども、そもそもそのテクニックを使う人間に人間性がなかったり、コミュニケーション能力を高めようという意欲がなければ、テクニックを駆使したところでね、すぐに行き詰まりますんで、肝心なのはそこなんですよね。自分の内側をどれだけ磨いてきたかっていうことと、まあ、自分がね、しょうもない存在だなっていうことに気づくことなんですよ。無知の知っていうやつですけどね。まあ、だからほとんどの方はそれができないんで、まあ、だから、恋愛成功率ってのはね、男性から女性も女性から男性もかなり低いということになります。で、ちょっと申し訳ない例なんですけども、女性から男性にアプローチしてうまくいくのは単なる体目的でございますので、自分の性格がいいとかね、自分の見た目がいいとかね、勘違いしないようにしてくださいね。だから、それが証拠に年齢重ねると同じ人間なのに、途端に相手にされなくなるでしょ。だから内側なんですよ、全て人間はね。
まあそんな感じですかね。はい、じゃあ終わりましょうか。これはね、あまり長く話すと私がなんかまた悪者になりそうなんでちょっと余計なこと言いそうになりましたね。はい、失礼します。